名3000人に祝福されるプロポーズ、実行委員が考えた甲斐がありました。この企画なんと50万円です。ここでみんなの前でプロポーズをする権利、50万円で買ってくれた未来の花婿さんがいます。うまくいかなかったらどうするんでしょうか。ドキドキですよね。当然サプライズで用意させていただきました。もし成功したら、成功する暁にはエンゲージリングを彼女に手渡したい。そのエンゲージリングは地元のブライダル協会の協賛企業が提供してくださいました。すぐそこにあります立派な建物、アニベルセル港未来横浜、後でご登場いただきたいと思いますが、全ての段取りが整ってアニベルセル横浜の素晴らしいエンゲージリングを手渡すことで、プロポーズを皆さんの前で彼女にサプライズしたいという方を紹介します。萩原幸男さん、どうぞこちらにお越しください。みんなの前で協賛金50万円でこの機械を彼女のために作った萩原さんです。大きな拍手をお願いします。多分これのためにタキシード着てきたんでしょうね。さっき水割りお願いしますって言いそうになりました。いやー、一丁来で来ていただいて、勘のいい方お分かりかと思います。彼女は今びっくりしてるはずです。彼女の名前を呼んで、何々こっちに来てくださいと言ってください。お願いします。美穂、こっちへ来てください。さあ皆さん、美穂さんを探してください。本当にサプライズで、本当にびっくりしながら今呼ばれたはずです。美穂さん、私が指さす方向で開口祭実行委員のスタッフがしっかり場所をチェックしていました。あ、来ました。あ、もうびっくりしてる、びっくりしてますね。どうぞ皆さん、思い切りステージにご注目ください。サプライズで今から皆さんの前でプロポーズされる方です。本当にドッキリでサプライズだからびっくりしてます。美男美女でらっしゃいますね。先に皆さんに向かってマイクを渡しますので、もしよろしければ自己紹介っていうのも変ですけど、何かプロポーズする直前の男の気持ちなりなんなり一言語ってください。皆さんこんばんは。私、皆さんの前でプロポーズさせていただく萩原と申します。よろしくお願いいたします。めちゃめちゃ緊張しております。萩原さんもハンサムボーイですけど、彼女もとっても綺麗な方でいらっしゃいます。どうしてこのサプライズ、この場所でプロポーズしようと思ったんですか。僕、31年この町に住んでいて、まあ、海が好きだし、ちょうど彼女も海が好きということだったので、たまたま良いタイミングで良いものを見つけてしまったので応募させていただきました。彼女のどんなところが好きなのか、のろけて構いません、教えてください。そうですね、ちょっと照れくさいですけど、料理が美味しいところです。あと、いつも優しく
支えてくれるところですね。はい、今日がプロポーズ記念日になりますけど、プロポ結婚したいと思ったのいつぐらいですか？動いてください。いや、あの付き合った時からやっぱり結婚してくれたしなさん。はい。もっとおいで。出会った瞬間から。どこ？はい。私いいから行っといで。そうですよね。綺麗な方でいらっしゃいます。素敵な方です。最後の質問にしましょうね。結婚したらどんな家庭を築きたいですか？まあ、ありきたりですけど、明るく楽しい、まあ、笑顔にあふれる家庭にしたいと思います。さて、今からプロポーズをしていただきます。プロポーズの方法はエンゲージリングです。アニベルセルみなとみらい横浜からご協賛リングをいただきました。それは持っていますか？あ、手に持ってます。ちょっとかざしていただけますか？皆さんに見える。こちらでございます。あー、素敵ですね。では段取りを確認させていただきましょう。彼女の前に一歩立ち寄り、よろしければポーズ的にもひざまずいていただきます。その際マイクを近くに置きますので、寄せますので、思い切ってプロポーズの言葉を彼女に伝えてください。みんなに分かりやすい、ある意味ありきたりな言葉なのでいいのかもしれません。とにかく思いの丈をぶつけてください。彼女におかれましては、その後マイクを向けますのでお返事をなさってください。もし OK だったら指輪をはめてあげてくださいね。それでは第34回横浜開港祭、3000人の前でプロポーズ大作戦となります。萩原さん、準備に入ってください。今日この場に立たせてもらっているのは、いろいろな方のサポートがあって僕はここにいます。美穂がいろいろ喧嘩とかもしたりしても、美穂が大変な時でもいつも僕のことを考えていただいて、またいつも支えてくれるのはところがとても大好きです。まだまだ頼りないところもあるかもしれないけど、これから一緒に成長していきたいと思っております。愛してます。結婚してください。ということでございまして、じゃあここにきちんと並んでいただいて、いやみほさん、思わず感謝、よろしければプロポーズされて今のお気持ち。まだかなって思ってたんですけど、嬉しいです。締めの前のみんな、一曲プレゼントしませんか？おめでとうございます。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 まさかこんな素晴らしい場に立ち会えるとは思わず、何に取り座っていただいて、どうぞ座ってください。